卓球、WTT フィーダービュッセルドルフさん2023日程、11月27日から12月1日場所、ビュッセルドルフ、ドイツ、画像、男子シングルスでベスト4となった日本の篠塚弘と現地時間1日、WTT フィーダービュッセルドルフさんは大会最終日を迎え、各種目の優勝者が決まった。男子シングルスはステファン・メンゲル、ドイツ、が、女子シングルスは何択か、 中国が優勝した。日本の篠塚博と愛知工業大和男子シングルスでベスト4の成績を残した地元ドイツの35歳、ステファン・メンゲルは先月25日までポルトガルで行われていた WTT フィーダー・ビラノバデガイアにおいて国際大会での初タイトルを獲得していた。初タイトルを手に地元ドイツに凱旋してきたメンゲルは今大会でも好調を維持した。 準々決勝では先週の決勝戦の再現となった安彩県、アンジェヒョン、韓国、との対戦を制すると、続く準決勝では周海、上海、中国、決勝では劉朝席、劉林朱を中国、と中国選手を2連覇して優勝を決めた。ティモボル、ドミトリー・オフチャロフラ、同国の強豪選手が華々しく活躍する裏で着実に腕を磨いてきたメンゲルが、30代半ばとなった今、 その実力を世界に知らしめた。